ジオの季節。2016年のカレンダー2つ作りました。壁掛けのカレンダーと卓上、日めくりカレンダーなんですけど、今回はねレオンくんも一緒に撮ったんですけど、大きいカレンダーにレオンくんと撮影できて嬉しいです。カレンダーカレンダーカレンダー東京 FM からお送りしています、ジオの季節。こんばんは、ジオンです。そうなんです、ちょっとごめんなさいね、ちょっと抜けちゃった、どっかそうなんです、2016年の壁掛けのカレンダーと卓上用の、日めくりカレンダーを作ったんですけど、ですね、この前土曜日にイベントがあったんですね。それでね、皆さんに久しぶりに会ったんですけど、みんな元気でしたね、楽しかったですね皆さん。あとはね、あ、そうだ、ラジオのさ、リスナーさんたちがいっぱい来てたんですよ。先生たちも来てね、覚えてますよ、そのカメラの先生とか、継続は力なりとか、あのさ、あって、あの、私覚えてますか、継続は力なりってみんな見ちゃってごめんなさいってなって、もうね盛り上がってたんですよね。みんなね来ててね、なんかそこで会ったら声聞いててもうなんか違った、なんかやっと会えたって感じだったんですよ。それですっごい嬉しかったですね。それでね、楽しかったですよね。ちょっと短かったんですけど、でも、皆さんに会えて本当に嬉しかったです。あとですね、11月30日に日めくりカレンダーが発売なんですけど、それは卓上の、カレンダーになってて、これは初めてですよね皆さん、こうやって日めくりなんですけど、その日にちが書いてるところに私が書いたコメントが、毎日違うコメントが見れるので、皆さん楽しみにしてくださいね。結構いいですよ皆さん。そしてネスレシアターオン YouTube で現在公開中の私の8周年映画、そちらの空はどんな空ですかが、皆さんからのたくさんの感想を、いただきました。ありがとうございます。映画の感想はまた後ほど紹介したいと思いますが、今日はですね、私が演じたエナと同じように海外で頑張っている女の子と電話をつなぎます。楽しみですね。では今日は空をテーマにしたこの曲からスタートします。スティービー・ワンダーのリボニンザースカイ。東京 FM からお送りしていますジオの季節。今日はですね、なんと現在ニュージーランドに留学中の女の子と電話がつながっています。それでは呼んでみましょう。はるかさん。はい、はるかですこんばんは。こんばんは、ジオンちゃん。ジオンです。もうバクバクしてますそちらニュージーランドですね。はい、ニュージーランドにいます。はい、今日本は11月11日の夜9時台なんですけど、はい、ニュージーランドは、はい、日本と、時差は何時間なんですか。実際は4時間あります。4時間、そうなんだ。遠くから本当にありがとうございます。はい、いやいやいや、もう日本に行ってジオンちゃんに会いたいです。でも、ちょっと待って、はるかさんおいくつなんですか。今月17になります。おめでとうございます。これから誕生日を迎うってこと。そうです。おめでとうございます。ありがとうございます。早速なんですけど、なぜニュージーランドにいますか。はい、ずっと英語が好きで、はい、英語をなんかどうしても喋れるようになりたいなって思ったので、あと治安がいいって聞いたんでニュージーランドにしました。はい、じゃあニュージーランドで留学してるってことですよね。はい、そうです。いつからいるんですか。去年の5月からいます。じゃあ約1年半ぐらいですかね。そうですね。ニュージーランドの天気はどうですか今。季節が逆だと聞きましたけど、どんな天気ですか、はい、今。今はだんだん暖かくなってきて、もう夏です。いいな。こちらはだんだん寒くなってきました。寒すぎます。逆ですよね。はい、いいな、暖かくなってほしい。
それで、番組に送ってくれたメッセージには、はい、ホームシックになったと書いてましたが、はい、大丈夫ですか今は。はい、今は電話のおかげで大丈夫です。よかったです。ニュージーランドの生活にはちょっと慣れました。はい、だいぶ慣れてきました。大事なのは、最初の頃はよく泣いてて、はい、なんで来たんだろうってすごい後悔しました。うん、そうですよね。私も最初ね、はい、ロンドンに留学してたんですけどね、うん、去年に、でも半、ちょっとなんだろう、1ヶ月ぐらいは私もそう思いましたよ。なんで私ここにいるんだろう、何やってんの、みたいな。周りの人みんなバカじゃないの、ね、って思った。そうそう、わかる。何話してるのって。英語もね、あんまり喋れなくて、その時は何言ってんの、みたいな、怒ってんの、みたいな。メニューで注文するのにも一苦労で。そう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 、よくわかる、よくわかる。わかんないじゃないですか。はい、今はどう、英語は喋れるようになった。はい、喋れるようになってきて、お、会話が楽しくなりました。よかったですね。友達もできました。はい、友達もいっぱいできました。そうなんだ。じゃあ今はこう困ってることとかないのかな、楽しいのかな。いや、楽しいんですけど、うん、結構ちょっと困ってることがあって。何ですか。ジオンちゃんに相談したいなって思ったんですけど、はい、今好きな人がいるんですよ。おお、ニュージーランドに。そうです。え、それは何人、日本人じゃないでしょ、それは。じゃないです、ニュージーランドの人なんですけど。そうなんだ。で、その人とまあいい感じというか両思いで。ほうほうほう。でも実は今月日本に帰るんですよ。うん、帰っちゃうんだ。そう、嫌だよね。また日本に、そう、帰ってくるんですけど、一旦一時帰国をするんですね。はい、リオンちゃんのクリスマスパーティーに行きます。え、はい、あ、じゃあ夏休みで日本に一回来て、はい、私のパーティーに来て、もう一回ニュージーランドに戻るってこと。そうなんです。私のために日本に来るってこと。そうです。わさー、嬉しい。でも大丈夫なの、その彼とは。その夏休みがチャンスかもしれないじゃん。そう、でも日本に帰ることを話してないんですよ。どうしよう、私のせいだ。いやいやいや、そんな悪いよ。でもその、あれよ、リオンちゃんの方が大事なんですけど、実は。はい、ありがとうございます。でもどうしようと思って。そうですよね。え、でももう日本からニュージーランドに帰った時は夏休みが終わってる、はいはい、夏休みあと、1週間くらいとか。1週間くらい、はい。あ、でも1週間も長いよ。チャンスをつかんでください。チャンスっていうか、その彼ともね、その1週間でうまくいくかもしれないからね。年も同じことがあったんですね。ああ、そうなんだ。で、去年は2ヶ月待てないって言われたんですよ。ああ、そう。で、またなんかズルズル来ちゃって、うん、今年も帰ることになっちゃったみたいな。なるほど。でもまた戻るんだもんね。そうなんです。だから待っててほしいんですけど、ちょっとそのぐらい待ってくれないとね。はい、どうすればいいと思いますか。待ってって言って、待ちなさい私のことをって。そのぐらいしないと、はるかさんをね、こう、ね、うん、自分のね、彼女にしできないでしょ、みたいな。私が言おうか。言ってください。英語でいいですし。いいですよ。じゃあ、彼にね、ぜひ待っててって言ってみてください。じゃあ、日本に帰ることを伝えて。そうですね。ちゃんと。言った方がいいんですね。そう。でも待っててほしいんですもんね、はるかさんも。そうです。待っててほしいです。わかりました。ちなみに映画のそちらの空はどんな空ですかは見てくれました？見ました。ああ、よかった。あの、えなと。その日に見ました。あ、よかった、よかった。えなと同じようにアルバイトもしてるんだもんね。あ、そうです。こっちでアルバイトしてます。ああ、偉いね。本当に。すごい。楽しいですけど、やっぱ大変なことが多いです。それは何でもそうなんですよ、うん、そうですよね。、はい、何でも大変だけど、結局こう大変なのがさ、こう自分にも辛いけど、
それを乗り越えたらもうハッピーになるってことを忘れないでくださいね、うん、あとは、はい、空はつながってるってことも忘れないでください。それ本当に思いました。はい、私日本にいるけど、はい、あのニュージーランドにいるはるかさんのことを、空を見て、はい、かあのこうやってね思い出すから、うん、はるかさんも、もう少しなんだけど、その彼とね、うん、うまくいけばいいんだけどその間にねもっとね、はい、でもうんそう信じて頑張ってくださいね。ありがとうございます。うん、あと最後に日本に誰かに伝えたいメッセージとかありますか、はい、せっかくですから。お父さんとお母さんに伝えたいです。ああぜひじゃあ、うん、お父さんとお母さんにじゃあメッセージをお願いします。はい、いつもこんなに遠くから支えてくれてありがとう。飛行機で11時間とかかけてしか会えない距離だから心配もすごい心配してくれてると思いますけど、でもそのお父さんだとお母さんがいてくれたから今こうやってニュージーランドで留学することができました。うん、でもこれで十分だと思う。私はもうお父さんとお母さん分かってくれると思いますよ。うまくまとまらなかったです全然これでも絶対も分かってくれると思います。ありがとうございます一人でね大変だと思うけど私もねよく分かるから、でもそれ乗り越えたらね幸せがたくさん来ると思うから頑張ってくださいね。ありがとうございます。じゃあまた私たち会えますからね、楽しみにしてます。楽しみにしてます。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ふとした瞬間に視線がぶつかり、皆さんメッセージをちょっと紹介したいと思います。神奈川県のラジオネームチョアさんからです。僕は今韓国語を勉強していて、韓国に留学もしてだいぶ話していることが分かるようになりました。次は英語をマスターしたいんですけど、どうも頭がごちゃごちゃになってしまいます。ここで相談です。ジオンさんは映画で中国語も披露したそうなんですが、どうやったらそんなたくさんの言語を覚えられるんですか。どうなんだろうね、なんでだろうね。そうだ、チョアさん韓国にも留学したんですね。おー、なんか韓国に留学したって聞いたらさすごく嬉しいんです。うん、そっか、英語をマスターしたいんですよね。私はその国の人と喋ることが多分一番伸びると思うんですよ。だから本当に日本語も使わず、本当に英語だけ使うとか、もう英語しか喋らない人と喋るとか、どうしても英語しか通じない人だからもう何でも話すんですよ。もうめちゃくちゃでも喋るんですよ。だからそういう風になんかめちゃくちゃでもいいから喋ったら上手くなるもんなんです。上手くなるっていうか慣れるんですよね。耳もそのね、自分でもこう英語のニュアンスとかさ慣れると思うんで、あとはドラマとか映画とか見たり、するのが一番大事だと思うんですけどね。まだまだ私も難しいですよ、日本語も英語も中国語も。はい、そういうことですよ。ジャードの負けないででした。東京 FM からお送りしているジオンの季節、最後に映画の感想を紹介したいと思います。宮城県のラジオネーム美咲さんからです。ジアンピョンこんばんは。初主演映画そちらの空はどんな空ですかエピソード1、12時になった瞬間見ました。夢を追いかける女の子エナを演じるジオンちゃんが自然すぎて、一瞬にして作品に引き込まれました。早く続きが見たいです。エピソード2も楽しみにしてます。大阪風のラジオネームまみやさんからです。ジオンピョンそちらの空はどんな空ですか見ましたよ。日本語めっちゃうまいですね。素敵な演技に心に響く音楽、夢に向かって頑張ろうって思えました。続きがすごく気になる。愛知県のラジオネームキーパーさんからです。ジオンピョンこんばんは。そちらの空はどんな空ですか見ましたよ。続きがとっても気になりますね。
11月19日が楽しみです。わあ、たくさんのメッセージ一気に読みましたけど、皆さんありがとうございます。続きもねありますからね、まだ2回も残ってますよ。皆さん楽しみにしてください。なんかさっき留学の話してたじゃないですか。なんかイギリスで留学してた自分が本当に幸せだったなと思うんですけど、今もしね留学をしててホームシックにかかってる人がいるんだったら、頑張ってくださいと言いたいですよ。留学してた時間が本当にもう自由で、そんななんかこう自分の国じゃないところでいろんな人といろんなものが見れて、そういうのがさ本当に短い時間だけど、人生の中でもこんな短い時間なんですよ。だからもう毎日ねいろんなものを見て、いろんな人といろんなのを喋ってね、話してね、なんかそういう友達もいっぱい作って、日本に来てからもうずっとイギリスの友達も連絡してるから、 I miss you とか言いながらねやってるからね、多分もう大切な友達になると思いますよ。だからなんかイギリス行きたくなっちゃった。メッセージは東京 FM のトップページの番組用からジアンの季節のページにアクセスして、送ってください。そして映画の、そちらの空はどんな空ですかの感想も送ってくださいね。それでは今日は、この曲を聴きながらお別れです。ラジオネームホワイト B さんからのリクエスト、アビーチの Waiting for Love。それではまた来週水曜日夜9時15分にお会いしましょう。ジアンでした。 Where there's a will, there's a way, kind of beautiful.